どうもこんにちは、平井博明です。今回はですね、アプローチでふわっという柔らかい球を打ちたいとかですね、アプローチでどうしてもピュッと勢いよく飛んでしまうので初速を抑えたい方に参考になる動画となってますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。早速ちょっとやっていきたいと思いますが、グリーン周りでアプローチで5ヤードぐらいのアプローチどうやって打ったらいいの、2ヤード3ヤードのアプローチの打ち方わからない、どうしても飛んじゃうとかですね、そういう方にポイントとなることをいくつか言っていきたいと思います。平井博明のワンラップゴルフ。まず初速が速くなってしまうのはグリップが緩いです。グリップが緩いとパンってヘッドが走りますので、ボール初速は上がってボールがピュンと飛んでしまいます。なので一桁台のヤードのアプローチ、9ヤードから1ヤードのアプローチなんかはターゲットよりも飛んでってしまうことが多いので、小さいアプローチほどグリップ力は少ししっかりめに握ってあげて、クラブを動かさないで打ってあげるのがポイントです。短いアプローチでしたらグリップを少し固めに握っていただいて、ポンと今普通に振った大きさと力感でしたら短いアプローチではないと思う、10ヤードぐらいは飛んでると思うんですが、フェースを多少開いてグリップをヘッド動かないように強めに握ってポンと打ってあげるとボール初速が落ちます。なのでちょっと緩いふわっていう球が出やすくなります。例えばこれがフェースをまっすぐ構えた時も一緒です。この時にポンとグリップ力を緩めてヘッドを動かしてあげるとボールは飛びます。なのでグリップ力を強めにしてヘッドを動かさないで打ってあげるとボールというのは飛びません。でこれに例えばだるま落としに近い本当にグリーン周りでストンと前に落としたい時なんかは多少フェースを開いてポンと打ってあげる、もう本当に下をくぐるようなアプローチ、ちょっともう一回打ってみます。こういう感じですね。そうすると5、6ヤードぐらい先にボールが、まあ、上から落ちるような感じですね。ちょっとラフで下りのピン位置なんかにはすごく使えるかなというような感じなんですが、多分レッスンでは教わらないと思います。こういう球っていうのは試合ですごい高速グリーンだったりですね、究極のピンポジションなんかでトーナメントプロなんかがよく使う技です。試合に出たことない方なんかは意外と知らなかったりする技の一つだと思います。今初速を下げる、要は出球を弱くしたいっていうことについて言っていきましたが、今の逆をやったらどうなるかって言ったら、もちろん初速が上がりますよね。初速が上がったら飛距離が出ます。これドライバーのヒントじゃないですかね。ドライバーなんかはこうギュッと強く握りすぎないことが大事です。ある程度グリップ力は必要ですよ。クラブが動いたりしないようにグリップ力は必要ですが、必要以上に強く握って打ってしまうと初速が上がらないので飛ばないっていうことになります。なので距離を出したい、初速を上げたい場合はある程度ヘッドが動く程度のグリップ力まで落としてあげた方がいいということになります。なのでその辺はですね、いろいろ使い分けるというのが大事です。強く握ってどういう球が出るか、緩く握ってどういう球が出るか、結局自分はどういう力加減が得意なのか、やりやすいのかっていうのを知るのが大事なので、いろいろ練習場で試してみることが大事かなと思います。いろいろ僕動画撮ってますけども、案外さっき気づいたのが、あんまりボール打たないなということに気づきまして、かといって打つわけじゃないんですけども、多分こう伝えたいことがすごく多くてですね、自分を打ってるのはもうどうでもいいやという感じなので、その辺はちょっとご了承ください。どんなアプローチお悩みですかね。ぜひぜひちょっとこういうアプローチを打ってみたいとかあったら、ちょっとコメントなりワンラップゴルフのアカウント、 LINE のアカウントありますので、そちらの方からですねメッセージいただけるとありがたいです。でもしその、いろいろなこうアプローチとか、ショットでもいいですが、これやってくれこれやってくれっていうのが多いコメントに対してちょっと取っていったりも今後していきたいと思いますので、ぜひぜひ一言でもいいのでコメントいただければと思います。
今回の初速を、まあ、上げ下げする内容ですね。これはぜひぜひ練習場でも、お試しできると思いますので、やっていただいた方がいいです。では今回の動画以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。アプローチも同じ感覚で打つと、こうやって速くなっちゃって、要は寄らない。でそれは、じゃあどうやって調整するのって言ったら、グリップ力なんですね。グリップが緩いとクラブがこうやって走るから上がるわけよ、初速が。そうで、初速を抑えたければグッと握ってあげるとこうやって初速って遅くなる。それを調整してもらうんだけど、アプローチって近く打つからこうやって打つの。そうなのに緩いから上がっちゃうんだよね。だけど抑えられないわけ、自分で。それの答えはこれっていうのを言ってあげた方がいい。そう、知らないから。そうだ、みんなじゃあ遅い球打ってって言ってもスピードだけ遅くしちゃって、ちょっとこう緩んでこうやってダフってるわけ。そこじゃないんだよっていう。知らないね。これはツアープロしか知らない。わかる。そういう局面があるから、振らなきゃいけないのにボールを飛ばさない。だからつるっつるの高速グリーンで上げなきゃいけない。上げるってことは振るんだ。でも振ったら飛んじゃう。それをどう飛ばさないように打つかっていう。そうそうそう、今のも言った方がいいよね。あのやっぱりその、あ本当にやだ。